ユリウス・ワレリウス・マヨリアヌスは、西ローマ帝国の皇帝。沈み行く西ローマ帝国の再建に意欲を示した、最後の皇帝と評される。前半生に関しては情報に乏しいが、出身は、高貴な身分とされている。アエティウスによって将校へ登用される。西ローマ皇帝、ウアレンティニアヌス三世は、マヨリアヌスと自身の次女があるラプラキリアを、結婚させたかったという。 しかし実現せず、453年に、小、プラキディアは、アエティウスの息子ガウデンティウスと強引に、婚約させられた。この婚約も454年のアエティウス暗殺、455年のウアレンティニアヌス三世暗殺、バンダル族による、ローマ略奪という目まぐるしい情勢の変化が起こり、略奪の中でガウデンティウスが、 ガイセリックによって拉致されて捕虜となったことにより結婚には至らず、結局のところ、将、プラキディアは、オリブリウスと結婚している。皇帝アビトゥスの時代に、フランク族とアラマニ族の侵略を阻止したことで、将軍として一躍注目を浴びるようになった。マヨリアヌスが再建した帝国の地図。赤い斜線がマヨリアヌスが再征服して回復させた、領土である。 457年アウィトトスミカドが殺害された後、当時の西ローマの最高権力者であった、リキメロスによって皇帝に擁立された。当初は、リキメロスの区物と目されたものの、長年の課題でもあった、税制改革や中央集権から地方へ一部権限を、移譲する、行政改革を実施したほか、テオドリック二世率いる、西ゴート族の侵略を撃退する、等、 一定の成果を上げた。マヨリアヌスは北アフリカに根拠地とするガイセリック率いるバンダル族討伐の方針を打ち出してヒスパニアの海港カルタゴノバで軍用船の建造を開始、皇帝自らも現地に赴いて指揮に当たったが461年7月にガイセリックによる攻撃で準備中の建造船が破壊されるに至った。結局マヨリアヌスはガイセリックを マウレタニアおよびトリポニタニアの王として承認せざるを得なくなった。461年8月にヒスパニアからイタリア本国へ向けて帰国の途につくものの兵士の反乱にあって殺害された。一説にはリキメロスが先導したとも伝えられるが結果としてマヨリアヌスの死によって西ローマ帝国は再建への最後の機会を失うこととなった。ありがとうございます。